こんにちは、スクです。今日はスイーツを作っていこうと思います。コールドドゥープレイ。なるほど長押し、おお、なんか鍵取った。なんで鍵があるんだろう。長押しするとワッフルとかなんかまあいろんなものにクリームが塗れるんだね。なんか気持ち悪い色の袋だな。何これ、コールドトゥデコレート。はっ、まあ、ちょうどいいところで話そうって感じだね。さっきずっと長押ししてたけど、タップトゥファイナライズ、仕上げ。はあこれ別に美味しそうじゃないけど、まあそんな感じでやっていきまーす。まあ適当に見てね。ゲームのタイトルはちょっと忘れちゃったんで、どっかに書いてあると思うんで見てください。で、こう、多分こういう風にタイミングよくこうやろうってことだね。こんな感じだね。ああ、失敗した。こんな感じ。ああ、はみ出した。なるほど。こうね。で、これはこう。で、ファイナライズ。こんな感じかな。はい、オープン。なんだろう、なんだろうこれあのちびまる子ちゃんに出てくる花輪くんの髪型かと思っちゃったけど、チョコクリームかな。はい、じゃあそんな感じで料理続けていきます。叩き方、拍手の仕方がなんかムカつく。なんだこれ、ほっ、歯ブラシかこれ。歯ブラシ、歯磨き粉かこれ。もう料理じゃなくなっちゃったんだけど、マジで。このトゲトゲの意味がよくわからんな。ほっ、え、なんで今はみ出してないっしょ。よーし、でこれはこんな感じ。え、これ歯ブラシじゃないの。え、今の料理、料理だったの。全然美味しくなさそうだったけど、マジかよ。何味のお菓子だよ今の。選ぶのかな。はい、適当に押しました。うん、よくわかんないけど、まあいいや、オッケー。これなんか選べんの、これ。何これ、あ、アンロックド、エクレアみたいなアンロックドしたぞ。これはアンロックド、電球。なんで電球。ああ、ここの画面が彩られていく感じね。ああ、このショーケースにいろんな色のまずそうなエクレアが並んでるけど、まあいいや、やっていこう。よし、甘いもの食べたいな。いちごはそんまんまがいいな。まあでも練乳とかコンデンスミルクとか。うん、はい、食べたいね。でもね、俺太りやすいからね、甘いものはね結構ね自分でセーブしてるつもりなんだよね。まあ、そうは言っても夏はアイスとか食べちゃうし、ケーキも食べれる機会があれば食べちゃうけど、まあそれでも自分ではあんまり甘いもの買わないようにしてる。つってまあポテチとか食うんだけど。ワッフルとか食べたいな。え、何このまずそうなの。エクレアそのまま食べたらいいじゃない。エクレアってさ、なんか稲妻とかそんな意味なんだよね、確かね。どういう由来なのかよく知らないけど。チョコにクリームいらないっしょ。でも結構うまくない？よっ、よし。結構簡単だね、このゲーム。お菓子こんな厳重な箱に入れますか？アタッシュケース的な何かに。和菓子はないのか、和菓子は。ペロペロキャンディーはいいんだよ。和菓子が欲しいよ、和菓子が。粒あん派、こしあん派とかさ、おっと、ちょっと飛び出しちゃった。あるけどさ、別にあんこはあんこだからどっちでもよくねって感じがするんだけど、それ俺だけ？まあ、全くのこしだと、ちょっと食感としてつまんないかなって思うこともあるけど、でもまあ別にコシアンでもいいかなとも思うし。ケースバイケースでコシアン、あ、これはコシアンが合うなとか、あ、これは粒あんが合うなとかいろいろあると思うんだけどな。だから別にどっちもどっちで美味しいと思うけど、どっち派とかないわっていう。むしろ、
ノコの山、タケノコの里、はい、逆だっけ、タケノコの山、キノコの里、うん、いや、タケノコの山これどう見ても歯ブラシだよね、これね、歯ブラシだよね。あ、お菓子食べた後に歯磨こうってことか。なるほど、そういうことか。持つところはないけど直接口に入れようねってこと、これ丸ごとで、これごと噛めってことかな。なんかもうさっきからよくわかんない、もういろいろもらってるけど、まあいっか、この画面の意味がよくわかんないけど、 OK、 次次、何が青いの、ブルーベリー的なノリかな。風が吹いてんですけど風の影響を受けんのか、何これ気持ち悪い、何これ、本当にブルーベリー、ブドウ的なノリ、どうなんだろう、にしちゃでかすぎるか。いや、ブルーベリーだろうとブドウだろうとでかすぎるだろう。まあいっか。そのブドウって言っててさ、今フルーツで思い出したけどさ、ザボンって知ってる、ザボン、九州の宮崎とかが多分有名だと思うんだけど、すーげーでかい柑橘類のやつなんだけど、みかんの超でっかいバージョンみたいなやつで、俺田舎が父親の父ちゃんだ、俺のじいちゃんが宮崎住んでて、まあもう死んじゃったんだけど、で俺が子供の頃によくザボン送ってきてくれてたんだよね、果物屋さんやってたから。でそれすげえ美味しくてさ、最近それテレビで見たんだけど、ザボンをね、あ、懐かしいなーって思って、超美味しいよザボン、とにかく。でもでっかいでっかいみかん、すげえさっぱりした味なんだけど、グレープフルーツっぽいノリなんだけど、別にそこまで酸っぱくなくて、まだこうパサパサしてて、パサパサっていう言い方だと味気ないけど、まあ、とにかく美味しかった。だからもう何年も食べてないなーと思って、食べたいねー。マカロンってみんな好き？俺そんなに好きじゃないんだけどな。好きじゃないっていう言い方も変だけど、嫌いじゃないから、好きは好きだけど、だ結局さ、みんなマカロンマカロン言ってんのって見た目が映えるからじゃねえのって思っちゃうんだけど、どうなんだろう、どうなんでしょうかね。別に見た目抜きにしたら特別感そんななくないって思っちゃったけど、だったらこのチョコクリームたっぷりのワッフルの方が全然好きなんだけどな。味もさ、そこまで特別感ないよなって思っちゃうけど、まあ、別にそんなみんな深いことは考えてないか。この人のこの拍手の仕方ムカつくな。足もパタパタしちゃってさ、まあいいけどさいいけどめっちゃ笑顔だからよっ。あとこれ鍵に直接クリーム塗ったくるってなんなんだよな。よし、これまずそう。パラパラパラっと、はい、梱包。お、マカロン完成した。アンロックドだって、マカロンが。マジで？やったね。まあ、そんなにテンション上がってないけど。どこでアンロックドすんの、これ。ここ？ここか？うん、なんか、全然アンロックドしてなかった、俺、もしかして。どうやってアンロックドすんの、これ。もうアンロックドされてんのか。ちょっとよくわかんねえな。まあ、いいや。戻ろう、戻ろう。やろう、やろう。あ、また、歯ブラシの、歯磨きの時間だ。はい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 。こんなにたっぷり歯磨き粉塗らねえだろって気もするけど。はい。はい。歯磨き粉さ、時々さ、なんか、ノリでさ、なんかいつもとちょっと違うの買おうとか思ってさ、やるとさ、めっちゃ辛かったりさ、めっちゃ甘かったりさ、するよね。ちょっとへこむんだよね、あれ。予想外すぎて。自分の予想をはるかに超えた味だとすごいへこむ。うわ、なんかもう、これなくなるまで使わなくちゃいけないのかって思うとすげえなんかテンション下がる。まずいとか、うまいとかまずいとか別にないんだけど、うわ、これをまだしばらく使わなくちゃいけないのかって。なんかちょっとこう軽くショックを受けるときある、たまに。おー、マカロン来たぞ。うわー、なんかまずそうなクリーム。何味だこれ、ソーダ味？
ソーダ味だとしたら美味しそう。ソーダ味の生クリームとかあんのかな。あるか。ガリガリ君のソーダ味が食べたい。早く夏になんないかな。アイス食べたいわ。まあ2の人はもう冬だろうがなんだろうがアイス食うんだろうけど、まあ俺はちょっとだけ節制してるってこともあって、冬はまあアイスは食わないかな。ああ食べ出しちゃった。うわー、なにこれ、何味だよこのクリーム。美味しそうに見えない。メロンかな、メロンかな、夕張メロンかな。メロンそんな好きじゃないけど俺。メロンそんな好きじゃないっていうのもまた語弊があるけど、嫌いじゃないよ、嫌いじゃないけど、なんかこう美味しいメロンとかさ、味がさすごいじゃん、ハイメロンって感じで、うわーメロンってなっちゃう。ちょっと主張が強いというか、なんていうか。桃が好きなんだよね俺。桃とリンゴが好き。みかんは年に1個か2個しか食べません。年に1個か2個しか食べない。てか下手したら1個も食わないかも。自分で買わないし、剥いて食べるのがめんどくさいから。単にズボラなだけだけど。リンゴぐらいだったらさ、いやでもリンゴもまあ包丁使って剥く分、逆に手間か。でもリンゴの方がなんか、あ、リンゴ食べようと思って、ザクザク切れるけど。みかんはなんか、皮剥くのがめんどくせえ。もう皮ごと食え。いや、もしくはもう食わなくていいよって話だけど、あー、はみ出した。あー、はみ出した。まあそんな感じで食ってないけどね。マカロンって、何なんすかね。マカロンとドラ焼きだったら絶対ドラ焼きだな。これいつまで続ければいいのかな。もうぼちぼちいいんじゃない。もうぼちぼちいいっしょ。うわーまずそうなクリーム。何味だよこれ。こそ本当にもう、ま、得体の知れないクリーム乗っけてるわ。いらないわその加工。お、アンロックド。リンゴこれ。なんだ。アプリコットみたいな感じのやつ。よく知らないけど。ムカつくこの叩き方。よし、じゃあもうこれ歯磨いて終わりにしいいよ。まあ、とにかく甘いものは好きです。なんかネットでも甘いものって買えるのかな。アマゾンでもなんか売ってんのかな。よし、じゃあぼちぼち終わろっかな。おお、これか。うわー、クリームで台無しにしてるね。絶対イチゴもそのまま食べた方が美味しい。よし、じゃあそんな感じでぼちぼち終わります。何のお料理クッキングだったのかよくわかんない動画だけど、まあこういうゲームでした。よし。じゃあ皆さん、食べたらちゃんと歯を磨きましょう。それじゃあまたね、バイバイ。